アメリカの先週一週間の新規失業保険申請者数は57万6千人と前の週から19万3千人減少しました。減少は三週ぶりで去年の3月中旬以来の低水準となりました。一方、失業保険を継続して受給している人の数は373万1人となり十三週ぶりにわずかに増加しました。